last round. Big pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. One New Music Life presents 青山 Rock and Roll Radio.始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮城純一です。今週も話題の新作からいってみましょう、いよいよ7月の23日に発売になります。クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのユニオンコンサート、1974年スタジアムツアーがあったんですが、その模様を収録した3枚組の CD と DVD1 枚全て未発表でございます、そのアルバムからいってみましょう。 CSLM1974 からですね。この曲ね、高校1年の時ね、一生懸命コピーしたんですけどね、全然ダメでしたね。今日これ聞くとですね、とても無理だということがさらに、分かったわけでございます。もともとはニール・ヤングのソロ名義で借りて演奏された曲なんですが、ここではですね、クロスビー・スティルス・ナッシュ・ヤング・ヤングとしてですね、演奏しております。ピアノのなんか雰囲気が最高にいいですね。聴いてください。 CSNY1974 から Only Love Can Break Your Heart。Only love can break your heart.
クロスビースティルスナッシュヤングヤングで Only Love Can Break Your Heart を聴いていただきました。いやいいですね。発売が待ち遠しいわけでございます。さて続いてもですね、ライブ行ってみましょう。これは1972年のライブですね。ディープパープルでございます。先日ですね、ディープパープルのですね、ライブインジャパンのデラックス、スーパーデラックスバージョンが出て話題なんですが、そのライブはですね、1972年の8月にあったんですけども、その半年前、約3、半年前ですね、3月にですね、ロンドンのパリスシアターで、ライブを行ったレコードが出ておりました。インコンサート72、ディープパープルインコンサート72というタイトルが出ていたんですが、それが2012年ですね、アナロ2枚組で2012年リミックスが出たんですが、ついにそれが CD 化になります。曲順もなんか随分変わってる、本来あるべきものに変わってるというふうに聞いておりますが、何がすごいかっていうとですね、ちょうどこう日本に来る前の円熟っていうかね、第2期の円熟した、姿がですね、ここでよくわかるわけでございます。さあこれから何を言ってみましょうかね。まあこれは世界的にヒットしましたね。これアメリカでもヒットしたんじゃないかなと思います。それを1972年のライブから聞いてください。 Smoke on the Water。 There's a little story which goes with the next one. It's called Smoke on the Water. And if you read your sort of trade papers very intently, you remember a sort of little news item last year sometime about a casino in Montreux burning down with all of Frank Zappa's gear with it. He was just due to do a concert over this side of the pond.And he had to rehire. Apparently, Deep Purple tell me they were round about the scene at that time. Whether they lost any gear or not, Gillan's hair's a bit shorter. But Ian, would you like to add to this frenetic tale of pyromaniacery? Nothing's right. So here you go, Deep Purple, Smoke on the Water. Smoke on the water,
Deep Purple in Concert 72からですね、Smoke on the Water 聞いていただきました。これ録音がいいですね。これめっけもんですね。やっぱりリマスターしただけのことはありますね。7月の23日発売です。さあ今私が何やってるかというとですね、8月の20日に発売になりますスーパーベスト1300シリーズ、この制作に今ですね、余念がございません。ワーナーミュージックグループにですね、旧 EMI のカタログがドーンとやってきたんですが、まだなかなかですね整理されておりません。ということでですね、まずは皆さんご存知のベスト版から出そうというのがですね、今回の企画でございます。50枚出るんですが、すべて、弊社から出たことがないものでございます。ブラー、カイリミノグ、ダフトパンク、レディオヘッド、まあその他です、数字クワトの周りはありますね。ケイト・ブッシュ、オリビア・ヌートン・ジョン、バズ・コックス、ケイシー・アンザ・サンシャイン・バンドと、まあいろいろあるんですが、今日はですね、これも、久々にワーナーミュージックグループに戻ってきたアーティストとして、皆さんに聞いていただきたいと思います。音の魔術師ですね。もうこれは本当に1970年代私もよく聴いて、レコードを買った口でございます。聞いてください。トッド・ラングレンで Hello It's Me。 Something's wrong. There's something here that doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Seeing you or seeing anything as much as I can't help seeing all the way through. It's important to me that you know you are free. Cause I never wanna make you change. トッド・ラングレンでハロー・イッツ・ミー聞いていただきました。いやーやっぱりね、何回聞いてもこれはね
新鮮な感動ありますね。古くならないですね。トッド・ラングレンって、うん、やっぱすごいなと。この1曲聴いても分かりますね。さあ、このスーパーベスト1300シリーズ、8月20日に第1弾50タイトルして出るんですけれども、1300円プラス、税ということでございます。完全生産期間限定でございます。これはですね、皆さん絶対に買っといた方がいいと思いますよ。さあ、非常に私好きな曲を1曲かけたいと思います。有名な曲なんですけれども、日本ではそれほどでもないですね。日本ではですね、もっと有名な曲がこのアーティストにもあるんですが、 どういう曲か、私はこのなんかね、セカンドヒットみたいなこの曲が好きでございます。ケーシー&ザ・サンシャイン版でございます。聴いてください。ブギーシューズ。ケーシー&ザ・サンシャインバンドでブギーシューズ聴いていただきました。短いですね。2分30秒ぐらいで終わります。この手のアーティストですね、3分切るってのは本当に珍しいですね。まあその分良かったりもするわけでございますが、さあ、その後出るのがですね、9月10日、これも私が担当してるんですが、マスターズ・オブ・ポップというシリーズでございます。これまたですね、EMI のカタログがドーンとやってきたものをですね、早く皆さんに紹介しようとするものでございます。いわゆるオールディーズでございますね。1960年前後のですね、いわゆるポップスでございます。これが25タイトル出ます。シェリー・フェブレとかですね、まあ、ドゥーアップ関係いっぱい出ますということで、このあたりからですね、皆さんにちょっと毎週聞いてみていただきたいなと思います。日本であんまり有名ではないですけど、アメリカでは1位でございますね。本当にコミカルな中にですね、素晴らしい、演奏と歌唱があると思います。聞いてください。マーセルズでブルームーン。
ba 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 bomb a 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 dang a dang dang a ding a dong ding boom 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 boom.青山ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。さあ、これからはですね、ちゃんたにの魅惑の輸入版コーナーです。ワーナーミュージックジャパン輸入版担当のこいってん谷千佳子さんに、これはという耳寄りな輸入版を紹介していただきます。谷さん、今日は何を持ってきていただいたのでしょうか。はい、今週もまたうちの輸入版、お得意の 5CD シリーズから2点をお持ちしました。まだ出るんですか。はい、出ました。出ました。ね、もう何枚出てるんですかね、これね。もう50セットぐらい、だいぶ50は超えてますね。で、ジャンルもだんだん増えてきまして、で今回、前後タイトル出ます。で、そのうちの、まず1点ということで、マージービート、アーティストくくりじゃありません。マージービートってアーティストもいましたけどね。要するにジャンルとしての、はい、マージービートです。日本で言うとさ、はい、リバプールサウンドっていうんですか、ね。リバプールサウンドです。ね、イギリスで今、日本以外ではマージービート。マージービート。マージービート。はい、マージー川で出てきた音楽という。要するにリバプールから出たビートバンドのことをそういうわけですよね。はい、で要するに5枚も LP 出てないんで、はい、みんなで寄せ集まって5枚になるという、はい、そうですね。一応ジャンルを代表するような、うん、メジャーかな、から、おっていうものまで5枚書いてます。 おというようなものね、はい、ビリジェイ・クレーマーとダコタスが2枚、はい、それが、いや、1枚です。1枚で、スウィンギン・ブルージーズが1枚で、ジェリー&ペースメーカーズ、ね、ジェリーとペースメーカーズ、これ彼ら売れましたからね、うん、だともう、全英ナンバーのがそれが2枚。2枚で、フォーモストが、フォーモストね、これはね、確かレノン・マッカートニーの曲書いたりとかね、で UK コロンビアで、はい、パーラフォンか、パーラフォン、要は彼らはもう言ってみればビートルズの成功のその真下で、その5カゴのもとにですね、デビューしてですね、まあそこそこのヒット曲を出したんですが、そうなんですよね、まあ、ジョージ・マーチンがね、アレンジプロデュースですからね、音はいいんですよね。私これ結構前から気にはしてたバンドでございましてですね、じゃあ私の選曲でですね、はい、これは行ってみたいと思います。5枚のうちの1枚入っておりますフォアモスト、おそらくこれ唯一の LP なんじゃないですかね。あ、ですね。ファースト・アンダー・フォアモストという、はい、アルバムから聴いてみましょう。こんな曲をカバーしてたんですね。ドビー・グレーのいわゆるノーザンソウルの大ヒット曲でございますが、当時の最新ヒットでございます。聴いてください。フォアモストで The In Crowd。
ザ・フォアモストでザ・インクラウド聴いていただきました。この 5CD シリーズもですね、なんとなくこう手詰まりかなと思ったら、まだまだ結構来ますね、これね。これはもう本当にあのビートルズじゃない方アーティストっていうくくりでない全然ない、はい、ね、そういった感じで非常に、まあ、ジャンルも非常に幅広く、まあ、もともとソウルから始まってそこからロックになって、うん、はい、でパーラフォンが入ってきたことによって、こういったマージービートですとか、あとジャンルもので、この間あれがあったじゃないですか、サイケデリアみたいな、サイケデリアです。若干こうね、あの60年代のもう全部アルバム1枚しか出てないアーティスト5枚組っていう、そうそうそう、でもね、はい、こういう形でその1枚しか出てないのアーティストも含めてですね、なかなかね単独では出せないような人が一応5枚になって、一応紙ジャケになって、ワンパックになってるっていうのは、これやっぱりこれだけ出てくってことはですね、一応一定の評価はいただいてるんじゃないですかね。そうですね、でもあとそれだけまあ、カタログがあるという強みもありますね。まあ、そうね、そうですね。特にワーナーミュージックグループは、はい、ここに来てあのパラフォングループが来たということで、はい、特にあのイギリスのレパートリーが若干弱かったわけですよね。もともとアメリカンレーベルですから、ワーナーミュージックグループは。で、その辺を補完するにはあまりある、はい、素晴らしいレパートリーのがありますので、その 5CD シリーズでこれからもいっぱいまだまだ出てくると思いますね、はい、まだまだ出てきます、またすいません、またまた紹介させていただきたいと思いますので、はいはい、でもう一つは、はい、こちらがまたジャンルがググッと変わりまして、ニーナ・シボンの 5CD、 5CD、はい、これは人アメリカの ね、もう非常に歌手ですけど、はい、まあ、ピアニストでもあり、まあ、マルチ、ね、アーティストで未だにこうポップスからロックから、うん、それこそジャズまで、ね、うん、だ要するにこの人自身がジャンルなんだよね。そうなんですよ。で何でもやれちゃうっていうか、やれちゃうというか、まあ時代なんでしょうね、こう何でも果敢に挑戦してるっていう、うん、そうそうそう、っていうところで、だからこの60年代に出た、はい、あのルーレットから出た、あ、コルピックスから出た5枚のアルバムが1枚、あのワンパッケージ、ワンパッケージです。だから59年、から64年ですね、うん、そう、The Amazing ニーナ・シモン、はい、ニーナ・シモン、あとタウンホール、これ有名ですよね、はい、有名ですね、でフォビッドンフルーツ、はい、ニーナシモンシングス、エリントン、エリントン、でフォークシーニーナ、はい、要するにフォークに挑戦しているわけですね。いや、まあ、彼女自身がもう才能の原石みたいなものですから、まあ、何やってもそういう意味じゃあれですね、非常に素晴らしいですよね。美空ひばりさんのようですね。あ、そいい、ジャズ歌えばもう、そうですね、美空ひばりのジャズ、ね、そういう一時期、あの、確かに非常にこれはいい例えですね。ミソラヒバリ的ですよね。ミソラヒバリ、うん、確かに言われてみれば、アメリカのミソラヒバリ、はい、じゃあこのニアンシモンの中でですね、はい、ずっと聴いてきたんですが、私、あ、これやっぱこの曲いいな、この人に一番合ってるなと思う曲を選びました、フォビッドゥンフルートからですね、聴いてください、ワークソング。 Breaking rocks out here on the chain gang, Breaking rocks and serving my timeBreaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. I'm working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need itCrime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go.Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking
playing rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. ニーナ・シモンでワークソング聴いていただきました。これもあのいわゆる PLG、PLG ですね、パラフォングループなんですが、あの USA のですねルーレットを、はい、もうを買収したんで、そのルーレットの中に傘下にあったこのコルピックスも出るということで、コルピックスはですねコロンビアピクチャーとスクリーンジェームスが出版社が作った会社でポップスの宝庫でございます。今後その辺もね、はい、シェリー・フェブレとかリトレーバーとかですね、そういうものがこの 5CD で出てくるのではないかなと密かに、期待しております、はいはい、ちなみにリトルエヴァは 5CD あるんですか？5枚も CD、 そこで1枚しかないんで、またこのスタイルね、ガールズポップガールズポップとかもいくらでもやれるわけですよ、ね、楽しみですね、はい、期待したいですよね、ということでですね今日はですね、魅惑の輸入版コーナー、谷さんにですね最初はリバプールマージービーと、ね、5CD シリーズの1枚、はい、そしてニーナ・シモンの 5CD、はい、この2枚を紹介していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。青山ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。毎週毎週ですね話題にしている映画のがあります。マッスルショールズの映画でございましてですね、もう始まったのかな、うん、これはもうまたもう一回見たいというぐらいのいいものでございまして、試写会で見させていただいたんですが、アラバマにあったですねちっちゃな町、マッスルショールズにあったスタジオの話です。まあ、ドキュメンタリーでございましてですね、まあ、1960年代70年代の洋楽が好きな人だったらですね絶対のおすすめでございます。そこで私分かったことがありました。ワーナー関係にはそのマッスルショールズで録音されたレコードがかなりあるということでございます。それもその初期のものは結構多い。シェールの3614ジャクソンハイウェイ、私がですね1年前に、名盤探検隊、新名盤探検隊で復刻したものなんですが、これが丸々マッスルショールズ録音なんですね。なんすだってそのマッスルショールズのスタジオのですね住所がタイトルですからね、3614ジャクソンハイウェイ、だからものすごく初期のですね、録音なんじゃないですかね、マッスルショールズその、サウンドスタジオのですね、ジャケットを見るとですねアリフ・マーディン、トム・ダウド、ジェリー・ウェクセラー、ジーニー・グリーン、シェール、それとバリー・ベケット、ロジャー・ホーキンス、そういったですねもう名うてのミュージシャンが全員こっち向いて笑ってるとい う, もう素晴らしいジャケットでございます。この中から1曲いってみたいと思います。これボブ・ディランのカバーですね、素晴らしい演奏です。エディ・ヒントがこれリードギター弾いてるのかな、聴いてください。 Tonight I'll be staying here with you、 シェール。Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. For your love comes on so strong, and I've waited all day long for the night when I'll be staying here with you.
Is it really any wonder the love that a stranger might receive? You cast a spell and I went under. And it's so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. That station master too. If there's a poor girl on the street, I said let her have my seat. Cause tonight I'll be staying here with you. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'm staying here with you. Tonight I'm staying here with you. Tonight I'm staying here with you. シェールで Tonight I'll be staying here with you をお送りしました。マッスルショールズといえばですね、非常に馴染みの深いアーティストにボビー・ウマックがいます。映画の中でもですね、ボビー・ウマックのことがちょろっと出てまいりますが、そのボビー・ウマックさんがですね、6月の27日にお亡くなりになりました。まだ70歳なんですね。1944年3月4日生まれっていうことはですね、ビートルズの誰よりも若いんですね。でもなんかもうずいぶん前からやってた人なんで、もうちょっと年いってるのかなと思ったら、まだ70歳でございます。現代の感覚で言うと70歳っていうのは早いですよね。素晴らしいギタリスト、ボーカリスト、そしてですね、アレンジャーのボビー・ウマックですね。ワーナーミュージックグループでボビー・ウマックっていうのは当然のことながら、アトランティックのレコーディングでいろいろ活躍した時代もあるんですが、結構知られてない事実として、ですね、例のジョージ・メンソンの大ヒットインストブリージンっていうのがあると思うんですが、そのブリージンを作ったのはこのボビー・ウマックなんですね。ガボール・サボーの1970年のアルバム用に、まあ、作ったわけでございますが、それが74年かな、5年、ジョージ・ベンソンがヒットさせてですね、なんとタイトルですからね、ジョージ・ベンソンの、まあ、ジョージ・ベンソンがポピュラーミュージックの方に、舵を切った、まあ、そういう意味では非常にエピックメイキングなブリーディングというアルバムのタイトルがこのボビー・ウマックが書いたということでございます。ボビー・ウマックさんのですね、ご冥福をお祈りしながらこの曲を聴いてみたいと思います。ジョージ・ベンソンでブリーディング。
送りしてまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。青山ロックンロールレディオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。